小川国彦は日本の政治家、元日本社会党衆議院議員、元成田市長、千葉県北総中小企業労務協会代表理事の会長も務めた。千葉県成田市場町に生まれる。父は成田バスに勤めており、市内にある同社社宅で暮らす。3歳の時に母が死去し、祖父母の手で育てられる。なお、祖父は、 タコ船の駅長をしており、父も、成田バスで勤める前は祖,祖父と共に、千代田駅前から区内町下佐五寮牧場へ、肥料、飼料,資料、資材等を運搬する運送業を営んでいた。1936年に、父が召集され、1946年の、福音までの間、一家は困窮する。戦後の物資不足の中、食料品などを陰徳し網に流して儲けるものを、 目の当たりにし、世の中の矛盾した姿を心に焼き付ける。小川は、このことが後に、政治家を志す、大きなきっかけになったと考えている。成田神城高等小学校、成田中学校、成田高校で学ぶ。君が用を歌わないなど反骨精神旺盛な生徒で、あったが、担任教諭に才を見出されて、弁論大会で入賞を続け、生徒会長なども務める。 父の紹介により、小川豊明の元全国購買農業、共同組合連合会で働き、豊明が日本社会党を公認として、第25回衆議院議員総選挙で当選すると、その第二子秘書を務めた。その傍らで野学に通い、後に昼間部に転入して1955年に、中央大学法学部を卒業する。1959年4月に、 千葉県議会議員選挙に立候補するも落選。その後、小川は社会党議員秘書として砂川闘争を60年安保に参加した。なお、小川は安保闘争で死亡した神馬道子の父神馬敏夫に中央大学で学んでいる。東京大学県川総合運動場が教授や OB のゴルフ場として使われていることに着目して小川が調査を行い、 これをもとに1962年2月に、豊明が衆議院決算委員会で追及した、としている。ただし、決算委員会議事録では、自由民主党の木村公平が、豊明よりも先にこの問題を取り上げている。豊明が休止すると、地主から訴訟を起こされていたインバヌマ馬沼農民らの、支援を引き継ぎ、自民党の山村慎次郎、社会党の実川清らと共に、 問題の解決に努める。この時、小川は、山村から、君は、自民党に入った方が良いと進められている。1963年4月17日の、千葉県議会議員選挙に初当選し、以後千葉県議を3期務めた。この間、公営ギャンブル、東京湾埋め立て地での事業、成田空港問題等の追求を行う。1976年12月5日の、 第34回衆議院議員総選挙で旧千葉2区から立候補して初当選。6期務め国民生活局長、国民運動委員長を歴任する。社会問題となっていた駅前の放置自転車対策のため駐輪場整備を促進する。自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律を1980年制定させる。 1990年に空き缶等の回収促進のためデポジットを定める。空き缶、空き瓶等の回収に関する法律案を提出するが、廃案となる。1991年5月、前立腺癌のため、千葉県癌センターに入院する。1992年1月に政治活動を再開する。抗がん剤で髪の毛が抜け落ちたためにカツラをつけたところ、支持者や母親にも、 当人と気づかれなかった。1993年の第40回衆議院議員総選挙で落選。1995年4月23日の成田市長選に、以下の成田市政に対する約束を掲げて、立候補して、小林治を469票の僅差で破り、当選。空港問題の完全解決を目指します市民の税負担を軽減します。 清潔な姿勢を実行します。福祉医療行政を大幅に改善します。1999年4月の成田市長選挙でも再当選して2期務めた。2002年10月に大腸がんで入院する。2003年3月5日、空港周辺11市町村の合併による大成田市構想が市議会で否決されたことを受け隕石辞任した。2010年からは、 門前町成田を作る会を発足させ、市民運動を行っていた。2017年5月20日、大腸がんにより死去。84歳ボーズ。小川は、空港問題発生当初、社会党県議として、オルグを現地に送り込み、反対同盟の結成や一坪、共有地運動を主導するなどして、富里、八股及び成田、芝山の新東京国際空港反対運動を、 支援していた。そのため、闘争初期の反対派の間では、どこの反対同盟員の家にも小川の写真が置かれ、農家の後継者の名コードや子供の命名を頼まれるほどの人気であった。小川は1987年まで一坪共有地を保有し、一坪運動での国会議員最後の地主であったが、開校後は対話による解決に尽力した。なお、小川は一坪。 共有地を求人主に返上しているが、その人物は返上の3週間後に土地を新東京国際空港公団に売却している。また、党や労働組合に働きかけて一坪、共有地の解消手続きを推進した。このことは自民党議員からも、おい、一坪どうなったと冷やかされたが、新幹線の予定地を買い占めて、儲けるような人とは違うよとや理解している。 小川が所有していた一坪共有地には、川老郷の拠点、木の根団結取りでの敷地も含まれる。1967年1月10日に開かれた空港建設の公聴会で、反対の立場から講述を行い、開港に際しては、私は内陸空港の持つ欠陥を強く指摘したが、11年後の現在もそれは変わっていない。数年後には、 成田空港の移転が問題になるだろうと述べていた小川であったが、成田市長就任後は成田空港を生かした地域発展を目指し、ビリカスソ建設に向けて反対派の説得に回った。小川はこの心境の変化について、中途半端な空港と共存する故郷の姿は見ていられなかったとしている。小川の取り組みについては、空港問題に気常に向き合う中で、 反対闘争の収束に大きく貢献した。との関係者の評価がある一方で、反対同盟北原派や中核派からは裏切りであるとして、非難の対象となっていた。ありがとうございます。